ロト戦争は1787年8月からロ歴1791年12月1792年1月まで続いたロシア帝国とオスマン帝国の間の戦争。一般的には第二次ロト戦争と称されることが多いが、ロシアオスマン間では何度も戦争が起こっており、17世紀以前のものも含めて第六次が冠されることもある。この戦争は、 ロシア優位のうちに進み、ロレキ1791年12月29日に、モルダビアのヤッシーで講和が調印された。なお、この戦争と並行して、オスマン帝国とオーストリアとの間でも、オード戦争が起こっている。エカチェリーナ女帝の愛人であった、グリゴリー・ポチョムキンロシア帝国は、1768年から1774年まで続いた。 対トルコ戦争でオスマン帝国軍を相手に戦いを有利に進め、1774年7月、オスマンとの間に旧竹海ナルジ条約を結んで、国会沿岸地方への進出を果たした。この条約により、クリミア半国に対するオスマン帝国の総主権は否定され、一方のロシアは、国会での艦隊建造権と商船のボスポラス海峡、 ダーダネルス海峡の自由航行権を獲得した。これは、不登校を目指して国会、さらには地中海へと勢力を伸ばそうとするロシアの南下政策に伴う問題、いわゆる東方問題を生じさせた。ロシア帝国は、この後、ウクライナに近接する国会北岸地方の開拓を急速に進めていったが、その中心となった人物は、女帝エカチェリーナ二世の長身で、 女帝とは愛人関係にあったグリゴリー・ポチョムキンであった。エカチェリーナ2世は1775年にポチョムキンを新ロシアと名付けた国会沿岸の県の県知事に任命した。また同年4月、ロシアはトルコ側が条約に違廃したとしてこれを口実にクリミア半島の領有を進めた。翌1776年、ポチョムキンは 国会艦隊を編成し、クリミア半島の先端に防衛拠点として、また将来的な対外進出の基地として、セバストポリの軍港建設に着手した。肥沃ではあるが、人口の希薄なシロシアには、国内モロアガからの逃亡農民の入植が進み、犯罪者の入植も行われていた。逃亡農民の入植には特に逃亡元の領主からの抗議や反対があったが、 入植はそれを押し切る形で行われた。この地域は、後に大国総地帯として発展することとなる。クリミア半島は、オスマン帝国の側からすれば、対ロシア攻撃の共闘補として、重大な役割を担ってきた要衝であったが、セバストポリ要塞建設後は逆に、ロシアの南下政策にとって、不可欠の戦略拠点となった。一方で、エカチェリーナ2世は、 1782年、ギリシア計画に基づいて、オーストリアのヨーゼフ2世との間に、バルカン半島分割の秘密協定を結び、1783年、クリミア半国独立の名において、クリミア併合宣言に踏み切った。併合されたクリミアには、タブリダ県が置かれた。ギリシア計画とは、バルカン半島に、コンスタンティノープルを主婦とするギリシア帝国を建設し、その皇帝に、 デカチェリーナの孫コンスタンチン・パブロビチを当てるとする計画であり、いわば東ローマ帝国の復活である。具体的な政策としては、必ずしも十分に練り上げられたものではなかったが、これを発案し、女帝に提言したのはポチョムキンとも言われている。ヨーゼフ・2世は、ギリシア計画に対し直接反対はせずに、ただ、ハプスブルク家の要求のみを伝えた。 1787年初め、エカチェリーナ2世のクリミア巡行が実施された。豪華で壮大な巡行の一行を迎えた町や村には、真新しい建物が立ち並んでおり、セバストポリでは国会艦隊が女帝一行を迎える祝砲を打ち上げた。この巡行を演出した中心人物はやはりポチョムキンであった。新しい建物などは必ずしもすべてが、 偽物というわけではなかったが、その古代な演出における虚偽を、人々は、ポチョムキン村と名付け、皮肉を持って語った。トルコから見た、ロト戦争と、オード戦争アブデュルハミと一世をスルタンとして仰ぐ、オスマン帝国の内部では、長年属国としてきたクリミアがロシアに支配される、ことを屈辱とする世論が強まっていた。イギリスとフランスの中央スマン大使は、 ロシア側の講和条件審判を生き通るイスタンブールの主戦派に全面的な支持を与えた。1787年4月、オスマン帝国はついにロシアに対して戦線復刻し、両国は再び戦火を交えることとなった。ロシアの中オスマン大使、ヤコブブルガーコフは監獄に入れられた。しかし、オスマン帝国側の戦争準備は必ずしも十分ではなく、オーストリアも ロシアとの協定に呼応してオスマン領に侵入した。この戦争でオーストリア皇帝のヨーゼフ2世はセルビア人たちにオーストリア軍に加わるよう撃を飛ばし、数多くのセルビア人がオスマンに対し武装放棄している。フランス革命後の退仏戦争でも大活躍したロシアの名称アレクサンドルズボーロフこの戦争では名称アレクサンドルズボーロフの指揮下、陸戦。 海戦いずれにおいても、終始、ロシア側が優位に立った。戦争勃発時、スボーロフは3万人の兵を率いてドニエプル川、川口にあったが、10月、オスマン軍が、ロシアのキンブルニ要塞を攻撃したため、これに応戦、撃退した。オスマン帝国は、対オーストリア戦では、バルカン半島のメハディアから、オーストリア勢力を駆逐し、バナト地方を突破する勢いであったが、 対ロシア戦では、モルダビアで、ヤッシーと、ホーチンが、ビョートルルミアンツェフによって占領された。スボーロフは、1788年夏から冬季までの長い間、ウージーの後為戦を指揮し、1788年12月6日、ついに陥落させてオチャーコフは、ポチョムキンの手に返した。これは、アブデュルハミト一世がその指揮を早めるほど、オスマン帝国にとっては、 衝撃的な出来事であった。1789年8月、スボーロフが北斜にで、オスマン軍に勝利。さらに9月には、ロシア・オーストリア連合軍がルムニク・サラトで、オスマン軍を撃破した。ルムニク・サラトでは、ヨーゼフ2世も戦地にあったが、指揮はスボーロフが取っている。1790年、スボーロフは、オスマン帝国の重要拠点である。 イズマイル要塞を攻撃した。この攻防戦において、スボーロフの部下ミハイルクトゥーゾフは、要塞の両方へ5度にわたる果敢な攻撃を仕掛け、この年の12月、イズマイル要塞は陥落した。オスマン帝国の将軍たちはおおむね無能で、指揮も統制が取れていなかった。ベンデルとアッケルマンの救援には失敗し、ベオグラードは、オーストリアの将軍イエルンストラードンによって奪われた。 国会艦隊を率いたヒョードル・ウシャコフは1790年から1791年にかけてフィドニシの戦い、テンドラ島沖海戦、ケルツ海境界戦、カリアクラミサキ海戦でオスマン海軍に連勝した。オジアブデュルハミと一世の亡き後、スルタンイを継承したセリム三世は、講和前に花々しい。ロレキ1791年、フランスイギリス両国の仲介もあって、 モルダビアのヤッシーにおいて講和会議が開かれた。ヤッシー講和条約でオスマンからロシアへ割上された地域講和条約はロレキ1791年12月29日、当時はオスマン帝国の保護下にあったモルダビアのバルフィ川沿岸のヤッシーで結ばれた。ロシア側の代表はトウショポチョムキンのはずであったが、1791年4月に ポチョムキンが休止したためアレクサンドル・ベズボロドコ、公爵が全権を務めた。こうして、オスマン帝国のザドラザムであった、ユスフ・パシャと、ロシア代表ベズボロドコの間で講和が調印された。この条約では、1783年に宣言された、クリミア半国のロシアへの併合が承認され、エディサン地方のロシアへの割譲が決まった。これにより、 ヨーロッパにおけるロシアオスマン両国の境界は従来のドニエプル側から西方のドニエストル側に移った。ロシアはかつて広大なロシア平原の大部分を支配したバトゥの末裔クリミア半国を併合したことによりモスクワ大公国の時代から何世紀にも渡って続いたクリミアのタタールとの戦いを終結させ国会北部沿岸全体の領有を果たした。エカチェリーナ2世は ピョートル一世の失った地域の奪回に成功したのである。一方、オスマン帝国は国会の政界権を完全に失い、ロシアは国会での自由航行が可能となった。国会沿岸には1794年に建設された貿易都市オデッサをはじめとして、ヘルソンやニコラー・イフなどの港湾都市が次々に建設された。なお、 1790年代における国会貿易は、ロシアの対外貿易全体の約2%を占めるに、過ぎなかったが、その後、急速な成長を示し、19世紀中央には、オデッサは、ヨーロッパ地域最大の穀物輸出港として繁栄した。取引された農産物の多くは、新ロシアにおいて生産されたものであった。世紀前半までのロシアトルコ国は、 力関係において、ほぼ互角の状態にあったが、エカチェリーナ二世時代の1768年から1774年までの戦争と1787年から1791年までの、この戦争によって、ロシアのオスマン帝国に対する優位が確定した。オスマン帝国は、ヤッシーの講和において大幅な譲歩を余儀なくされて、国会の政解権を失い、ロシアは、 バルカン半島進出に乗り出すこととなった。19世紀に入るとロシアは、バルカン半島に居住するオスマン帝国支配下の諸民族の独立要求を利用し、東方正教会の信者を保護することを名目に、トルコへの内政干渉を強めることになるが、この戦争は、そうした動きを決定づける転換点となった。ただし、ロシアも、また領域の拡大に伴い帝国内には、 多数の移民族を抱えることとなり、新しくロシア領となった諸地域でも多くの住民がその支配に反発した。ロシアはこの後もグルジアの保護国会やブカレスト条約によるモルダビア広告領ベッサラビアの獲得など地中、海東部地域へと進出していくが、これはやがてロシアの南下を妨害しようというイギリスフランスの介入を招くこととなる。ロシアオーストリア関係は、 バルカン半島をめぐって利害が対立するようになり、両国の協調体制は、この戦争の後崩れた。ありがとうございます。